こんばんは、満月堂のみょんです。新年始まりましたけれども、新年の皆さんのおちんちんの調子はどうですか？冬休みだからといってサボらずに毎朝チェックをお願いします。個人的な目標なんですけれども、2021年はもうちょっと喋りを上手になれるように頑張りたいなと思っています。まあ本当に喋りがね、上手にならなくてならなくて、編集をねしていただいてるおかげですごいパペって切ってもらってるので、完成版を見るとまだまだそれなりになんかスムーズに喋ってるような感じにしていただけてるんですが、本当にもう今年は頑張りますので飽きずに聞いていただけると嬉しいです。で、今日3日なので、明日から仕事始めって方も多いと思うんですね。2021年も元気にお仕事をして、元気におちんちんを立てていくためにも気をつけてほしいことあるので、そのお話を今日はしていきたいと思います。何かというと、睡眠方法、寝方によっておちんちんの元気を邪魔されてしまうっていうことなんですね。眠れない、明日からもう仕事が始まると急に忙しいじゃないですか、休みも挟んでいったし、そうなってくると残業が多かったりとかして、寝る時間が短いとか眠れないとかっていう状態にまたなってくる方が多いと思うんですけれども、実は睡眠が足りないと、睡眠状態が良くないっていうのはおちんちんの元気にとってとても良くないことなんですね。なので今日はおちんちんの元気を邪魔する NG 睡眠法はこれだということでお話をしていきたいと思います。厚生労働省で平成18年に調査をしているんですけれども、日本人の平均睡眠時間、まあ平成18年なのでもう20年前ぐらいの話ですけれども、7時間42分なんです。で、実はこれが18年の話なので、そこから過去20年ってなりますけど、ずっと固定もう減り続けているんですって。で、特に働き盛りの40代50代が7時間そこそこしか寝ていないっていう統計が出ております。理由は何だろうって、その厚生労働省も書いてたんですけども、夜型生活、ネットが普及するにつれてネットを見る時間だったりゲームをする人が増えたりとか、そういう感じですよね。あとはシフトワーク、シフト交代制のお仕事をすることによって夜勤の方が増えたりしている、それから長時間通勤の方も増えてるなどなどの理由で、日々の現代人の睡眠時間がこう年々減ってきてしまっているようです。でね、入浴剤の CM 分かります？ほら、長時間通勤とかお仕事残業とかで帰ってきて疲れた、でも睡眠時間はこれ以上減らせない、だからこの入浴剤で短時間お湯に浸かるだけでも効率よく体が温まる入浴剤ですみたいな CM があるの。なんかね、ちょっとなんか味気ないなと思いながらそれ見てるんですけれども、それぐらい現代人は睡眠時間を取れてないし、睡眠状態、睡眠の質も良くないという可能性がとても高いんです。睡眠時間が減るとおちんちんとってもとっても悪いことばっかりなんですけれども、まずおちんちんの元気に行く前に、日常生活では睡眠時間が短いとどういうことに支障があるのかって話をまずしますね。不眠症になりやすかったりとか、仕事の効率も下がりますよね。注意力も散漫になってしまいます。うつ状態になりやすかったり、免疫力も低下しがち、記憶力とか気分調節が難しくなる。気分調節っていうのはイライラしたりとかっていうことですね。その気分を調節する能力が人には備わってるんですけれども、それがうまく効かなくなってくるっていう状態にもなってきます。で、あとは様々な病気を増悪させる、こう元々持ってこれぐらいだったのが睡眠不足を重ねることでこう増悪させてしまうっていうことにもなりがちですし、あとね、おちんちんの勃起力というのは男性ホルモンがすごく大事なんですけど、その男性ホルモンっていうのは寝てる間に回復するんです。まあ、男性ホルモンに限らず、ホルモン体は全部そうですけれども、寝ている間に回復するのに睡眠時間が短いと回復力も最後までちゃんと回復しないってことになってしまうので、やっぱりおちんちんにもとっても良くないんですね。ということで、おちんちんの元気を邪魔する NG 睡眠法、本題に入っていきたいと思います。まず1つ目、睡眠時無呼吸症候群になるとおちんちんにとってもとっても良くないです。睡眠時無呼吸症候群っていうのは、寝てる間に10秒以上息が止まっている、かつその状態が1時間に5回以上ある、50秒合計で最低でも止まっている状態になると無呼吸症候群と言われますので、脳に酸素が回らないので血流が悪くなりますね。そうするとおちんちんに回る血流も悪くなっちゃうので、おちんちんの立ちが悪くなるという状態になってしまいます。
それからですね、ご自身無呼吸だっていう方、家族がそうだとかになると、こうで息と思ってカッカッカッってなってまたハーとかってなるっていう、その繰り返すと体がすごい緊張してリラックスできてない、しっかり休まってないっていうことなので、そうなると眠りの質が悪くなりますので、翌朝に回復しませんよね。そうなってくるとやはりおちんちんの元気が日々落ちていくという状態になってしまいます。で、2番目、朝立ちしなくなってしまう。寝ている間っていうのはレム睡眠とノンレム睡眠って聞いたことあると思うんですけど、こういう風にこうなっていて、これに合わせて夜の間も実はおちんちん立ったりしぼんだり立ったりしぼんだりってしてるんですよ。このリズムによって朝おちんちんが立つんですね。だけれども朝立ちしない、してないっていうことはすごく危険なサイン出していてくれるということなので、すっごく疲れた日の次の日の朝立たなかったとか、たまたまとかたまにだったらいいんですけど、週に1回以上立たないとか、もう最近何年も全然立たないみたいな感じだと、とっても危険信号でおちんちんがサインを出してくれているので、病院に行くとか対処をしていただきたいんですけど、朝立ちしないというのも本当に NG 睡眠法です。3つ目、徹夜するです。で、徹夜すると男性ホルモンが低下するんです。で、徐々に低下していくだろうと思うじゃないですか。それがね、急にガクって減るんですよ。で、しかもなかなか回復しないの。なので休日にまとめて寝ればいいやぐらいに思って夜更かししたり徹夜したりデックする方もいらっしゃると思うんですけど、これ本当ダメで、睡眠貯金はできないので夜更かしするっていうのは本当に避けてほしいです。ちゃんと寝る、はい。で、4つ目、 NG 睡眠法、脳が休まっていない状態で寝ていると本当におちんちんにとって良くないです。なぜかというと、勃起っていうのは脳が指令を出して勃起しろよって命令を出すことによっておちんちんが立つんですね。脳が興奮することによっておちんちんって立つんですよ。なんだけども、脳が休まってないと脳が回復してないし、ぼーっとしてるとその指令が下らないじゃないですか。ということで立たないっていう状態に陥ってしまいます。5つ目の NG 睡眠法は、夜更かしをしたりとか昼夜逆転をしたりとか夜型生活をすることによって体内時計がずれてしまうっていうことなんですね。で、どうしても夜更かしするとお昼起きたりとか午後起きたりとかってすると太陽の光を浴びないじゃないですか。で、あとは今日は早く寝たけど今日は遅いとかってやることによって体内時計がずれてしまって、それによっておちんちんも立ちにくくなってしまうということになってしまうので、ぜひこれはやめてほしい。5つの NG 睡眠法でした、はい。皆さん経験があると思うんですけれども、ぐっすり寝た日ってさっぱりして次の日体もうすっきりやる気もみなぎるみたいな感じになるじゃないですか。で、それって体が元気だからおちんちんも元気になるんですよね。おちんちんだけ元気で体は疲れてる状態って絶対ないんですよ。なので今年の皆さんの目標として睡眠時間を見直して毎日おちんちんを元気に立たせるっていう風な目標を立てていただけると嬉しいです。今年も月水金21時毎週配信していきます。皆さんのおちんちんの元気をサポートできるように頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録グッドマークよろしくお願いします。では今日はここまで、満月堂のみょんでした。バイバーイ。